マッターホルンゴッタルド鉄道ハジア 4-4E 型セントラル鉄道ハジア101系電気機関車マッターホルンゴッタルド鉄道ハジア4-4型電気機関車マッターホルンゴッタルド鉄道ハジア4-4型電気機関車はスイス南部の私鉄であるマッターホルンゴッタルド鉄道使用されている山岳鉄道用ラック式電気機関車である 同系のセントラル鉄道ハジア101系電気機関車、セントラル鉄道ハジア101型電気機関車が、スイス中央部の私鉄である、センラル鉄道で使用されている。1970-80年代の、スイスにおいて、中型のラック式電気機関車を使用していた鉄道の、うち、スイス連邦鉄道の唯一の1メートル機関の、路線であるブリューニック線では、 主力となっていた1941年製の16機の D4、6系、後の d 1 2 0系荷物電車の経年が進んできたことと、ハジア4、4型電気機関車、後のハジア1 0 0系2機が駆動装置の不調により十分な性能を発揮出ていなかったことから、輸送量の増加と粘着区間での速度向上が可能となる新しい機関車の検討を1970年代より、 継続していた。また、同様に、古川オーバーアルプ鉄道でも1982年の古河米トンネルの開通によって見込まれる輸送量の増大と速度向上に対応でき、経年が進んでいた上に粘着区間での最高速度が低い1940から1956年製のハジア4、4型電気機関車の代替となる機関車の検討をっていた。 当時両鉄道で運行されていた、ハジア4、4型は共に、車軸配置ボズボズで、二軸ボギー台車の各軸に、主電動機一機ずつを装備して、同輪と同軸に舐め合わされた、ラック区間用ピニオンを、同じ主電機、駆動装置で駆動する方式であった。この方式は1905年以降、小出力の電車を手始めに次第に大出力の電気、 機関車にも採用されるようになった方式であり、構造が単純で小型化もできることから現在でもスイス製のラック式電車では最も実績のある方式となっている。一方でこの方式は直径の異なる動輪とピニオンが歯車を介して機械的に接続され、動輪のタイヤが1に守した際に動輪とピニオンの収束が 一致するよう歯車比が設定されるものであるため、大出力の機体では、動輪系によっては、収束の差による駆動装置への負担が大きくなり、結果として、低格出力 1700kW のスイス国鉄ハジア4、4型では駆動装置の不調により2機のみの製造で、運用も限られるものとなるに至っていた。また、同じく動輪と、ピニオンが常時接続される、構造上、 粘着区間での最高速度が消失力の電車で、60時速 70km 程度、大出力の電気機関車では、時速 50km 台に制限される一方で、電気機関車が運用される、本線系の路線では、ラック区間の距離に比べて、粘着区間の距離の比率が高いこともあって、ダイヤ編成、運用上のネットなり、特に粘着区間に平坦線が多い上に、 粘着式とラック式の駆動装置を別個に装備し、最高速度時速 75km を発揮するデイ4、4 6型を運行していたブリューニック線ではその問題が顕著であった。そのような状況の下、スイス国鉄1978の80年に新しいラック区間用お電気機関車とそれによる運行の基礎計画を取りまとめ、そこに古川オーバーアルプ鉄道と ブリュニックス線と接続するルツェルンスタンス、エンゲルベルク鉄道、フルカオーバーアルプ鉄道と接続し、1929から39年に製造された、ハジア4、4型6機を運行していたブリークフィスプーツェルマと、鉄道が加わり、ボブが取りまとめる形で、プロジェクトハジア4、4E が発足し、車体、機械部分、台車の製造を、SLM、電気部分、 主電動機の製造を BBC が担当することとして開発が進められた。このプロジェクトによりまとめられた新しいハジア4、4型の基本的な開発要件は以下の通りであった。また、本形式では従来の機体における駆動装置の問題を解決し、蒸気の性能要件を満足するために SLM が新たに開発した粘着。 ラック式の駆動装置が採用されることとなった。これは従来の機体の駆動装置と同じく一機の種、電動機でドーリンとピニオン各一軸ずつを駆動するものであるが、ドーリンとピニオン間に優勢歯車機構を使用した作動装置を装備して、それぞれの収束の差を収むするとともに、粘着区間では90、時速1 0 0トルマッターホルンオッタルド鉄道機、 セントラル鉄道機の最高速度を可能とするものとなっている。また、電気機器は同じ1980年代のスイス国鉄の標準機用の機体と同様のサイリス体操制御を採用しており、1時間低角出力 1932kW、牽引力1 5 0 k n 最大牽引力2 3 0 k n n 2 8 0 k n 粘着区間、ラック区間を発揮して、 最大勾配120パーミルで120トンの列車を、牽引可能な性能を確保している。本形式は1985年に試作機が5機、1989から90年に、量産機が16機製造されている。まず1983年2月22日に、スイス国鉄が21、900万スイスフランで、試作機4機を発注しており、ハジア4、 451から1954号機となる予定であったが、その後このうち2機をフルカオーバーアルプ鉄道に振り分けるとともに、同鉄道向けに1機を追加しており、最終的には、計5機の試作機が以下の条件のもと製造されている。なお、最初の発注当初の計画では、運転台は左側運転台で、マスターコントローラーは、運転席左側に、 縦軸式のものを配置していたほか、屋根剣部の冷却吸気口が少ない、車体のボルスターアンカ化受けの位置と形状が異なるなどの差異があり、これらは発注後に設計変更されている。5機の試作機は1985から86年に予定通りに配属され、それぞれスイス国鉄ハジア4、4 9 5 1から1952号機、古かオーバーアルプ鉄道ハジア4、 401から103号機として運用されている。その後1986年に発注された16機の、量産機が1989から90年に導入され、試作機と同型の機体3機が、フルカ・オーバー・アルプ鉄道、5機が、ブリーク・フィスプ・セルマット鉄道に配属となって、それぞれハジア4、406から108号機、ハジア4、41から5号機となったほか、 若干の変更を行った機体発揮が、スイス国鉄ブリューニック線に配属されて、ハジア101-961から968 96号機となっている。なお、スイス国鉄の機体は、商防改正によって、ハジア4-4型からハジア101型に変更となり、基板も当初1961から1968号機と、 なる予定であったものが961から968号機に変更されたものである。また、量産機の導入と同時に、当初の予定通り、スイス国鉄の試作機のハジア4、41951、及び1952号機の2機が、古かオーバーアルプ鉄道へ転積して、ハジア4、404及び105号機となっているが、その際に、河川電圧や、 ラックレール方式の違いのためスイス国鉄仕様となって一種変圧器と台車、駆動装置を新造したフルカオーバーアルプ、鉄道仕様のものに交換し、旧来のものをスイス国鉄の量産機に転用しているほか、電結機、電気連結機もフルカオーバーアルプ鉄道仕様に改造している。なお、 その後二千年以降のスイスの鉄道の再編の中で二千三年一月一日にフルカ・オーバー・アルプ鉄道とブリークフィスプ・ツェルマット鉄道の後ろ見の PVZ ・ツェルマット鉄道が合併してマッター・ホルゴタルド鉄道となり二千五年一月一日にはブリューニック線がルツェルンスタンス・エンゲルベルク鉄道に移管されて同時にセントラル鉄道に改称しフルカ・オーバー・アルプ鉄道機と ブリークヒスプツェルマット鉄道機は、前期マッターホルンゴッタルド鉄道アジア4、41から5及び101から108号機に、スイス国鉄機は、セントラル鉄道アジア10 1961から968号機となって、現在に至っている。それぞれの基板と SLM 製版、製造年、機体名は、下記の通りで、各機体には、沿線の都市や山、 峠の名前が付けられており、都市名を持つ機体にはその都市の紋章が、機体に設置されている。また、富士急行との姉妹鉄道であるキューブリークフィスプ、チェルマット鉄道の5号機は、マウント富士と名付けられ、マウント富士号と書かれたプレートを付けている。マッターホルンゴッタルド鉄道ハジア4、4系、試作機、キューフルカオーバーアルプ鉄道ハジア4、4系、試作機、 旧スイス国鉄旧古カオーバーアルプ鉄道ハジア44系量産機旧古カオーバーアルプ鉄道ハジア44系量産機旧ブリークフィスプツェルマット鉄道ハジア44系セントラル鉄道ハジア101系試作機旧スイス国鉄ハジア44系量産機旧スイス国鉄ハジア101系 マッターホルン・オッタルド鉄道ハジア4、4系、セントラル鉄道機ハジア101系、両機種共通、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。